のスケジュールは、まず最初にブルーホールでアブガルーに行く船を待つということです。場所も、くつろげる場所を用意してくれていて、まあ、シュノーケリングしたい人はして、まあ、1時間ぐらいですかね。まあ、この景色もね、もうちょっと見納めになるので、今日が、ダハブ最後の日になりますので、ゆっくりとくつろいでいきたいと思います。今日のガイドです。よろしく。ラグーンにやってまいりました。ここはもうエジプトのモルディブだと。この色合い、
ところで今日のツアーのメインは終了になります。ブルーホールとアブガラムとそしてこのブルーラグーン、まるでモルディブのようなクリスタルの透明の海ってこんなに綺麗だったんですね。知らなかった。荒野とそして航海の美しさ存分に肌で体験しました。いや本当に素晴らしい、美しい、もうそれしかないです。地球ってすごいね。ツアーは9時半からそして5時に過ぎますね。まあ大体そのような時間帯です。それでは帰ります。